いや、参ったね。いつものことじゃない。それはそうだけど、またよくわからない問題が来たのだ。無限次元の距離とはと言われても。困っちゃったわね。距離という概念自体は私たちに馴染み深いものだけど、無限次元と言われると想像するのが難しくなるわ。とりあえず有限次元の場合から考えていきましょうか。ではお願いするのだ。ズンダモンも一緒に考えるのよ。さてまずは二次元の場合からね。平面上の2点 P、Q があって、これらの座標をそれぞれこのように置くと、2点間の距離 DPQ はこの式で計算することができる。そういえばそうだった。まず角成分の差を2乗して両方を足してからルートをつけるんだったね。そういうことになるわね。3次元の場合も軸が増えるだけで、基本的には2次元の場合と同じように考えられる。2点 PQ の座標をそれぞれこのように置くと、2点間の距離 DPQ はこの式で計算できるわね。なんとなく思い出してきたのだ。それじゃあ一般の N 次元の場合はどうなるかしら。さっきみたいに空間を図で表すことはできないけど、それぞれの点の成分が N 個あって、これまでと同じように2点間の距離 DXY は各成分の差を2乗して足し合わせていってルートをつければ良さそうな気がするのだ。いい感じよ。これがいわゆる N 次元のユークリッド距離と言われるやつね。さてここから本題に入りましょう。無限次元の距離とは何なのか。無限次元と聞くと難しそうだけど、 N 次元の N を無限に置き換えれば良さそうな気がするのだ。 N 次元ではそれぞれの点が N 個の成分を持っていたけど、無限次元では点が無限個の成分を持っている。つまり無限次元の点とは数列のことだと考えられるのだ。なるほど、興味深いわね。そして2点間の距離は各成分の差を2乗して無限に足し合わせていってルートをつければ計算できる。これで無限次元の距離がちゃんと定義できたのだ。確かにこれは N 次元のユークリッド距離において N を無限に置き換えた定義になっている。とても自然な定義に思えるけど、何か気になる点でも。まあ試しにちょっと計算してみましょう。 U を全ての成分が1である数列とする。そして0は原点、つまり全ての成分が0である数列とする。すると U と0の距離はこのように計算することができて、これは1を無限に足したものの平方根を取った結果に等しくなる。つまり U と0の距離は無限大に発散してしまうわ。あれ?ということは無限大も距離として認めないといけないのかな。確かにそういう方向性も考えられなくはないけど、無限大を距離として認めてしまうということは距離を計算したり比較したりすることを諦めるということでもある。まずは距離が発散してしまうのを避ける方法を考えてみたいわね。どうやら無限次元で距離を定義するには何か工夫が必要みたいなのだ。あと注意しなきゃいけないことがあって、数列の中にはこんな風に急速に増加していくものや符号を変えて上下に振動し続けるものもあるわね。確かにこういうのは厄介なのだ。全ての数列を相手にすると話がややこしくなってしまう。対象とする数列に条件を課して空間を制限するのはどうかな。それは面白そうね。でも条件ってどんなの。そうだね、ちょっとこの距離の定義に戻って Y を0に置き換えてみよう。するとこれは X と原点の距離、つまり X の長さを表すことになって、その値はこのようになる。少なくとも原点からの距離は無限に発散してほしくないのだ。つまり対象となる数列はこの条件を満たしている必要がありそうなのだ。なるほど、素晴らしいアイデアね。そのような条件を満たす数列全体の空間は L2 と呼ばれている。ああ、知ってたんだね。実際は複素数で考えることも多くて、その場合は少し条件が変わるけど、今は実数の範囲で考えることにしましょう。じゃあ L2 から数列を2つ取ってくる。つまりそれらの数列がこの条件を満たしているとするわね。そして2つの数列の距離に対しこのような不等式が成り立つ。ちなみにここではこの初等的な不等式を使ったわ。そしてこれらの無限和は有限の値になるので全体としても有限の値になる。つまり L2 ではちゃんと2点間の距離が定まると言えるわね。じゃあこれで無限次元の距離が定義できたのだ。とはいうものの、この空間は名前がついてるくらいだから数学的に重要な空間だとは思うんだけど、
かなり条件が厳しい気もするのだ。まあ未乗の無限和が有限の値に収束するということは、少なくとも数列の先の方はゼロに近づく必要があるしね。制限された空間だけじゃなくて、無限次元の空間全体で距離を定義したいのだ。つまりどんな数列の間の距離も計算できる方法はないのかな。仮にそんな方法があるとすれば、距離の定義を変えるしかないわね。これまで考えていたこういう距離の定義を少しずつ改造していきましょう。じゃあとりあえず二乗とルートを外しちゃおう。するとだいぶシンプルな見た目になるのだ。距離は0以上であってほしいから、一応絶対値の希望をつけておくね。でもこのままだと無限和が発散してしまうかもしれないわ。それもそうだね。じゃあこういう風に各項に係数をかけることにするのだ。するとこの無限和の項は先に行くほど圧縮されることになる。これで無限和が収束して距離がちゃんと定まる気がするのだ。だいぶ思い切ったことするわね。でも本当にこれって収束するのかな。どういうことなのだ。例えばこれらの一般項で定義されるような2つの数列を考えてみましょう。そして数列の間の距離をこの式で計算してみると、具体的に値を入れたらこうなって、ここにも2の n 乗が出てくる。ということは1を無限に足すことになる。つまり距離が無限大に発散してしまうわね。そんなことあるはずがないのだ。でも実際にそうなってるみたいだね。なんか数列の増減のスピードが速すぎる場合はこの係数の効果が不十分になってしまうようなのだ。一体どうすれば。ズンダモン、気をつけて。え？うわ、ヒントが来たわね。この関数は一体何かしら。あら、続きがあるみたいよ。ふむふむ、これは興味深いね。つまりこの関数は0以上の実数全体を0以上1未満の区間に圧縮できるようなのだ。なるほど、確かに x が0なら fx は明らかに0になるし、 x が大きくなって分母の1が無視できるようになれば、分子と分母の比が1に近づいていく。面白い関数ね。ズンダモン、これ使えるかな。やってみるのだ。では未完成だった距離の定義のここの部分を関数 f で圧縮してみる。すると結果はこうなって、この部分は常に1未満になっている。したがってこの不等式が成り立ち、この距離は1未満となる。素晴らしいわ、ズンダモン。無限次元の点、つまり数列の距離を0以上1未満の実数として計算する。不思議な定義だけど、これなら距離が発散せずに済むわね。ついに答えにたどり着いたのだ。まあこれはたくさんある答えの中の一つなのかもしれないけどね。というわけで僕たちは無事に無限次元の距離を定義したのだった。しかしまだ疑問が残っている。それはこれって本当に距離と呼んでいいものなのかな。確かに私たちが知っている距離とはだいぶかけ離れているし、ちょっと無理やりな印象を受けたという方もいるかもしれないわね。でもこれは確かに距離と呼んでいいものになっている。そのことを確かめるために距離の代表例ユークリッド距離と比較してみましょう。この N 次元のユークリッド距離は次の3つの性質を満たしている。まず2点間の距離が0となるのは2点が一致する場合に限るということ。次に X と Y の距離は Y と X の距離に等しいということ。最後に X から Z までの距離を測るとき、途中で Y という点を経由すると距離の合計が元の距離以上になる。つまり寄り道すると遠回りにはなるけど近道にはならないということ。これらの条件をまとめて距離の公理というわ。まあ確かにどれも成り立ちそうな気はするのだ。そして実は今回定義した無限次元の距離も距離の公理を満たしているのよ。え、そうなんだ。距離の計算方法は全然違うけど3つの条件を満たすというところは同じなんだね。それでどうやって証明するの。一つ目と二つ目の条件を満たすことは割と簡単にわかるんだけど、三つ目の条件は計算が大変なのよね。もし証明が気になった方は概要欄の参考文献を参照してくださいね。そういうパターンか。ところでこの距離が定める空間って一体どんな姿をしているのかな。ちょっと想像するのは難しい世界なのよね。でも数式を使ってこの世界を少し探検できるわ。まず全ての項が A に等しい数列を CAと書くことにしましょう。そして CA の長さ、つまり原点との距離を計算する。ズンダモン、やってみて。了解したのだ。とりあえずさっきの距離の定義にそのまま当てはめればいいよね。するとこの部分はこんな感じになるのだ。
それで良さそうね。じゃあここで A を無限大に飛ばしたらどうなるかしら。変わったことするね。 A と一応ちゃんとやると分子と分母を A で割って A を無限大に飛ばす。するとこの部分がゼロになるから結果はこうなって1になることがわかるね。ありがとう、ズンダモン。今の計算結果をまとめると CA という数列をこのように定義して A を無限大に飛ばすと CA と原点の距離は1に近づく。この定義による距離は常に1未満であることがわかっているから、原点からの距離が1に近づくとはどういうことかというと、この無限次元の空間の果てに向かって進んでいる様子を表しているわね。おう、確かに。なんかよくわからない空間を進んでいるみたいでちょっと怖いのだ。どんな空間かはよくわからなくてもなんとなく進んでいる感覚はあるのよね。さて今回は無限次元の空間における距離について考えることで、距離という概念の不思議な世界に足を踏み入れてみたけれども、一言に無限次元といってもいろいろな空間が存在するし、いろいろな距離の定義が考えられるわ。僕たちの冒険は始まったばかりなのだ。この世界についてもっと知りたいという方は距離空間や位相空間について調べてみてね。それでは皆さん、またお会いしましょう。ではまた。